それ一回さ、デッカちゃんやってそれ一回さ、デッカちゃんやってふざけんな一緒だよそんなことじゃないんですやりたいゲームがあるんですねえ聞いてください、その話をひどかったひどいだけ今のはひどかったなひどすぎる聞いてくださいこれやばかった聞いてください出題者大輝くん僕ら4人は部屋の外に出ます1回大輝はカメラに向かってこれを伝えますってそれは言葉で出していってもらいます、はい、でその後1人ずつ部屋に入ってきてもらって口パクで伝言を伝えていきますなるほど、なるほど、口の動きだけで当てろ、はい、そういうことですはいということでね最初のお題です最初のお題はリボンデブにしましょうじゃあ行きましょうリボンさんどうぞおい、もう一回やって聞こえちゃったわ今聞こえるわ聞こえちゃったの俺らウェイクかボードでしょリボンデブ聞こえた聞こえちゃった普通で悪いじゃん滅びのバーストストリーム滅びのバーストストリームなにじゃあ次やんでいきましょういや何でしょう OK 誰だあ、いらっしゃいらっしゃいらっしゃいたつきさんですねどうもはいちゃんと伝えたので野菜児生活でーすイエーイ何あ、そっか俺が起爆しますすごく合ってると思う、うん、あー合ってる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 ねはいはい何やってんの一回枕ダメだ聞くときは枕取んなきゃダメだ枕取んなきゃダメだふざけんなお前はいはい聞きはい行く行く、はい、簡単だよ行くよわぁオッケーお前らしゃべれよ。これ何だ。はい、じゃあラストにターボさん聞いててください。おお合ってる合ってる。ちょっと待ってそれどころじゃなかった。顔がちょっと。顔が。これ口を覆うはずなのに目しか見てない。あ分かった。やめろそれな。集中できねえんだよそれ。長くね。長いけど、まあ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 、これ分かったよ。大宮たまごっちみたいな。大宮たまごっちって何？知らない、俺が聞きたい。俺が聞きたい。大宮は合ってる。合ってる、聞くじゃん。俺ら知らないよ。知らないもん、俺ら知らない。大宮のお好み焼き。絶対違うね、これね絶対違うね大宮トクトク支部あ、大宮合ってる合ってるか分かんない大宮ソフトクリーム大味噌ストリームってさぁ待って待って全部違うお前何言ってんだよてめぇ何言ってんだよてめぇ何言ってんだよマジ何よお前だって口の動きがそれにしか見えなかった何よお前何言ってんだよお前の脳みそはそっちなんだよ常にお前もう変態なんだよお前テイクはこちらですおろびのバーあーあーおろびのバーあるわけねえだふざけんなスクリームスクリームちょっと押したおろびのバーストスリームっいや、大宮は一致だ、ここ3人だ。大宮だった。大宮だった。ほら。のじゃ、大宮のだね、確かに。確かに。ほろみの顔。どっからだったあり。大宮になったあり。お前だじゃん。こんなんじゃなかった。こんなんじゃなかった。いや、俺大輝見たい。先輩、お前だ。答え知ってるから、だって先輩も何も会ってねえんだもん。しかも、こいつ一番ひどいし。一番ひどい。簡単でしょ、これめっちゃ簡単。コロビの番。むずい。むずい。じゃあ、誰かツイストやる？おーおい。しゃあ。じゃあ、僕ら上行ってますよ。行きまーす。はい。これ。来た。思った。2番手クソ大事だわ。いやクソ大事よ。2番手クソ大事だ。口の動きがずれたらやばいから。ただこれ超簡単。もう当てさせにいった。ああ来た。そっちから歩み寄ってくるのありがたいわ。いくよ。来い。
え、長くね？いや、結構短い。単語って言ったらもう2つ。え、ちょっともう一回もらおうかな。むずいよ。嘘だ、むずい。嘘、これ超簡単だと思うよ。簡単なのこれ。あ、次が、次が、次が、次の人は、あ、次が、おい、次の人は俺の切るな、お前俺の切るんじゃねえよ、お前大切る、お前、素肌で切るな、おい、やばい、やばい、やばい、19バンドじゃなくて、素肌で切るな、お前気持ち悪いな、てめえよ。動画終わったらマジ殺されるよ、お前、やばいよ、切んなよ、それやばいよ。いけた？いや、来た。うわー、来た、当たるぞ、今回。余裕ですよ、来たわ。次来た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 。だから何、何それ。てか、もう大逆だけどね、普通安いものから言ってこれだけどね。インパクトが一番強いんだ。もうこれでもう片付いてんだ、このくだりで。もう弱いのよ、後からそれ来て。そう、弱い。お前デブ。そんで来た、来た、来たね。あ、これ来た、来たね。OK。 あー、OK。 来たー、いいぞ。テンポいい、テンポいい。いや、最後何、最後何。映ってないから、映ってないから、映ってないから。どういう向けだ、靴だ、靴。お前履くなよ、こら。もうたつきが出しそうなやつで、もうこの経過、このプロセスでどうなるんだろうって、ちょっと予想も交えつつ、うん、ちなみにみんな、ああはい、ああはい、ああはい、来たんだ。いや、分かった、結構早かった、うん、大谷か大崎なんだよ、たぶん。はい、言おうぜ、パッ。大谷サイパン。大谷サイパン。大谷サイパン。あっちの道。違います。え、違うの。違います。サイパンって言ってね、大谷サイパン。惜しかった、惜しかった、でも行ってやい、惜しかった、おい。防災大会。最悪だよ。最悪だ、最悪だ。防災大会ってなんすか、じゃあ。それはだから競うんでしょ、早く逃げれる。これはひどい。ひどいわ、これはひどいね。大谷サイパンって言ってるよ。え、じゃあ共演は大崎紅パン。どういう、何が起きたの。え、何が起きたの。あったでしょ、あったでしょ。大崎ベニパンでしょ。何何さ、意味わかんなすぎて普通に疑問だよ。違います。違う、違う、タモ。何、俺絶対やってる。お、大谷翔平ですよ。すごくない、大谷翔平がここに出て、で、大崎なんか、なんか防災みたいになって、で、大谷が来たから、俺、おーって思ったの。すげえ、そう、すごい、すげえと思ったの。大谷翔平か、翔平、大谷出てから大体翔平じゃん。シンプルに考えてって言って。うわー、はい、正解は強兵後藤氏、強兵後藤氏、強兵後藤氏。全然違うやん、全然違うやん。強兵後藤氏。強兵しか、だからね、5文字なんだ。だから俺こう5回こうやってんのに、翔平だと4個なんだ。この人はダメだった。全然初めてだ。いやいや、ちょっとね、全然したよ、前が。強兵後藤氏とかやって、今日。大谷翔平ですよ。いや、絶対違う、絶対違う、絶対違うでしょ、絶対違うでしょ。4文字じゃない。こいつおもろいよ。来た、大谷翔平と言って、これ俺に言う、これに言う。当たらんよ、それは。これむずいね、これむずいって。多分これ3文字とかでもむずいと思う。3文字、3文字、何文字。強兵後藤心について、強兵後藤心かって言って、ボサッと強兵後藤心か、多分締めたね。他の人からそう見えたんだ。でもそうだよ、それは。そうだよね、知ってるよ、それは。大谷でここが被ったのがもう奇跡でしょ。奇跡だね。そうだね。強兵なんだよ、お前。大谷じゃない。強兵でしょ。いや、でも当ててほしかったな、大谷翔平。いや、大谷。大谷って言ったらサイパーっておかしいもんだって。こいつが奇跡だから、その前。なんて言ったんだっけ。防災大会。なんだよ。大会で強、あの、翔平は MC。なんだよ、大会って。お前、お前。俺、大崎ベニパンだよ。これさ、掘れば掘るのほど面白い。やばい、そう俺。またねー、またねー、バイバーイ。また次のゲームで。